初めてなんですけど、この車すごくよく走ります。ほぼ切った標準でやってるんで、まあ初心者の僕でもまあまあのタイムで走れてるんで、まあ、ここからセッティングしながら、まだね、エンジン調整とかクラッチとか全く分かんないので、難しいんですけど、まあまあ、走らせることに関しては、まあ、長年やってるので、まあまあ初めにしたらまあまあかなと、はい、思ってます。はい、今日のマシン紹介はインフィニティ IF18 です。8分の1レーシングカーですね。はい、僕もね、普段は電動しかやってないのであまり81を見る機会がないのですが、はい、とにかくとりあえず電動カーに比べると結構でかいです、一回り。はい、マシンのレイアウトはね、8分の1レーシングカーはもう20年くらい変わってないのかな。はい、エンジンがミッドシップに横置き、横置きでクラッチがあって2速のギアがあってセンターシャフトがあってリアベルト、サイドベルトでミドルシャフトでフロントベルトでフロントアクセルにつながる3ベルト式の 4WD ですね。はい、じゃあフロントから見ていきます。はい、バンパーは、まあ、とりあえずかなり幅広くて硬いですね。はい、かなりウイング形状のワイドバンパーがついてます。はい、でボディポストがあってフロントバルクはアルミ製ですね。はい、でワイヤー式のスタビがあって、これね 2.4 かなり太いですね。まあ、車重が 2.5 キロくらいあるので足も硬ければスタビも硬い、かなり硬いですね。はい、であと8分の1レーシングね、特徴的なのはフロントワンウェイ、デフじゃなくてワンウェイですね。駆動はかかるけどブレーキ方向にはフリーになるという、8分の1ではもう今も昔もフロントワンウェイですね。サスペンションはダブルウィッシュボーンで、ダンパーはちょっと長いって感じですけど、ダンパーはね電動カーからすると長く感じますが、やっぱりこのくらい容量がないと安定した作動が出ないらしいので、結構ロングダンパーになってます。はい、ロアサスアームのピボットはこんな感じでサイドからボールが入るので、こちらからレンチを入れればトレッドが調整できる仕様になってますね。ここ上からボールの方式になってますね。ナックルはこんな感じでカーボン製のアームになっているので、これをずらし前後にずらしてアッカーマンの調整ができるようになってます。あとは上下 A アームなので、ここアッパーアームの根元のこのワッシャーを前後に差し替えることによってキャスター角が変えられるようになってますね。はい、ロアアームはカーボンプレートがついてダンパーがマウントされるんで左右一緒ですね、これは。はい、で、エンジンレーシングカーはだいたいロアサスピンは本当にシャーシの面まで下がっているのでかなり低い位置になってます。かなりロールセンターが低い感じですね。はい、ステアリングはセンターワイパー式ですね。ステアリングはね、ここのプレートを前後させてアッカーマン調整ができるようになってます。サーボセイバーはね、このステアリングクランクに入ってて、あ、下にバネが見えますね。ショックが大きいショックが入るとここのバネが縮むようになってます。リアサスペンションもフロント同様ダブルビッシュボーンなんですが、はい、81はリアバルクがかなり狭いんでね、ロアアーム長もすごく長いですね。ここにサスピンがあるのでかなりロングサスアームになってますね。はい、フロント同様
ここのサスボールの締め込みでトレッドが調整できるようになってます。でナックルがあって、これがアッパーアーム。はい、アッパーアームがね、ここにターンバックルが入っているので、この穴からレンチを突っ込んで回すと、このターンバックルが動くので、キャンバー調整ができるようになってます。はい、リアスタビもね 2.8、 かなり太いですよね。はい、スタビのね取り付けはボールベアリング式、これは結構ねエンジンカーでは昔からある方式ですね。まあなのでかなり硬いですけど、きっちり作動してかなりロール剛性硬いですね。まあ車が重くてダウンフォースも強力なので、かなり硬いサスペンションになってます。はい、これもサスアームからカーボンプレートがあってダンパー、エンジンカーはねこうやってかなりダンパーが寝てるレイダウン方式が多いですね。はい、81レーシングの特徴的なところとしてね、リアがデフじゃなくてリジッドです。まあ電動ツーリングカーでいうところのスプール、リジッドアクセル直結ですね。これ曲がんねえだろうと思うんですけど、実際はね走るときはこう外側に荷重が乗って内側のタイヤは浮き気味になるので、まあ浮いた方が片輪走行みたいな感じで曲がるっていうことらしいです。はい、でねリアタイヤはこんな感じで走るとキャンバーがついているのでテーパーになってますね。まあ、これも含めてこうコーナリング中片輪走行気味になって、このテーパー付きタイヤでぐいぐい曲がっていく、そんな感じらしいです。これもあとね81の特徴的なところなんですが、ボディマウントがねこんな感じでマシンについてるんじゃなくて、ここのねリアハブからこうステーがあって、リアボディマウントにつながるというね。なのでピッチングしたりロールしたりしてもボディに影響が出ないという、これは多分ボディのダウンフォースを車体じゃなくて直接ねリアタイヤ、リアハブにこうダウンフォースがかかるという、そういうことなんじゃないかなと僕は思ってるんですが、実際どうなんでしょう。はい、リアバルクはねアルミ製、カーボンのステーがついてリアの A アームステーができてますね。エンジンは OS 製 OS スピード21なんでね、 3.5cc の2ストロークエンジン。まあ走りを見ても分かる限りかなりのハイパワーですね。この消音のねエアクリーナーのね消音のボックスがね今はレギュレーションで決められていることが多いので、はい、こんな感じでイフマー認可のインダクションサイレンサーだったっけ、はい、こういうサイレンサーが義務付けになってます。でこのサイレンサー取っちゃうと、はい、サイレンサーを取るとこんな感じでねスライドキャブレター、サーボを動かすとこういう感じで、これがスロットルのね回路を調整するようになってます。はい、でここにねこれがメインニードル、燃料タンクから、はい、燃料タンクからこう燃料が送られてきて、ここのねこのマイナスのネジを回すのがメインニードル、これで燃料の流量を調整してます。スローのニードルはどこだったかな、スローニードルはこっちかな、の出力はここにフライホイールがあって、ここにねセンタックス式の遠心クラッチがついてます。はい、その後ピニオンが2つ、これ2速なんですよね。2速はこっちに遠心クラッチがあって、ある程度車速が上がると1速から2速側に切り替わるようになってます。まあ走ってるとね2速に切り替わるときに音が変わるんで、まあだからオートマチックの2速っていうことですね。はい、で出力はセンターシャフトに入って、こう前後にベルトで駆動が分配されると。はい、あとここからサーボがね、サーボからこうレバーが来てて、ここにあるのが、はい、ディスクブレーキ、はい、ベンチレーテッド式の、はい、ディスクが見えますね。はい、でここのレバーをこうサーボで動かすと、
ここにパッドがあって、これでディスクを挟んでブレーキがかかるようになってます。はい、まあ、ただこの車の場合はね、フロントワンウェイなんでブレーキは基本リアにしかかかりません。でエンジンからこうマニホールドがあって、サイレンサー、マフラーですね。はい、やっぱり走るとねこのくらい汚れてくるんですが、まあこれはあのリムーバーがあるので割と簡単に汚れは落ちます。はい、この辺はね OS 製、 OS のエンジンと OS のマフラーになってますね。はい、燃料タンクは容量が決まってて、ここでこうパカッと開けて燃料を入れるようになってます。でね、マフラーの排圧、マフラープレッシャーをこう燃料タンクに戻して、ある程度燃料に圧力をかけてこっちのね燃料供給をしてるって感じです。はい、裏面を見てみると、フロントバンパーはね若干角度がついたディフューザー形状になってます。8分の1はね直線ストレートエンドで100キロは超えるので、この辺のエアロの効果はあるんでしょうね。はい、シャーシーはメインシャーシーはアルミ製、まあ81重いんでねかなり分厚いアルミ製になってます。まあ分厚いんですがかなり細身なので結構ロールはするんでしょうね。はい、ここのカーボンプレートでおそらく剛性を変えれるんじゃないでしょうか。はい、でこれウェイトとバッテリーホルダーを兼ねたプレートがついてますね。これを外すと、ここにある、はい、メカ用のバッテリーがね、リポバッテリーがいるので、ここを緩めて外すとバッテリーが交換できるということになってます。でエンジンカーは結構スイッチがなくて、ここのコネクターを抜き差しすることで電源のオンオフで、抜いたらここで充電するっていうケースが多いですね。多分スイッチのね信頼性というか振動がかなり多いので、スイッチがいきなり切れたりするとめちゃくちゃ危ないので、こういうダイレクト式が主流になってます。はい、山本さんはスティック使いなので3話のエグゼス WZ かな使ってます。なのでね3話も、はい、PGS XR2、 はい、であとレシーバーはねここにケースが入っているので、これ燃料がね結構給油の時にこぼれて受信機にかかると濃痕が出るので、ちゃんとこういう水が入らないようなねメカボックスに受信機がしまってあります。エンジンの燃料はねこれ OS のナイトロックス、はい、2ストロークエンジンなんで基本アルコールですね。アルコールと潤滑油とニトロ、あとは添加剤もろもろで、はい、ニトロ 25%、 まあこの辺は OS エンジンなんでね OS 燃料ということで合わせてるんだと思います。はい、8分の1レーシングカーの大きな特徴はこのカムロック式のホイール取り付けですね。このカムをねスプリングがついてるんで、こう縮めるとホイールが抜けるというワンタッチ式になってます。まあ、なのでね長いレース中はこれをスポーンと抜いてレース中に交換するなんてことも全日本なんかでは見られる光景ですね。はい、リアもカムを緩めると、はい、スポット抜けるようになってます。はい、でねこういうこれはエアロ的なディスクなのかな、はい、ディスクがついてます。ボディはね、マトリックス製、ボディはマトリックスのディアブロ、スーパーディアブロ、こういうねカンナムカー的なボディですね。まあこれもなんか 2,30 年変わってないですよね。基本的にはボディはね山本さんのメカニックもやってるマック中島が塗ってます。
はい、YM34 とね、山本さんの背番号が入ってます。まあこの形状なんでね、かなり強力なダウンフォースを発生します。はい、あとはね、81このガーニーのウイングをね、このネジを緩めて突き出しを変えることでダウンフォースを変えれるので、結構ねピットインしてパパッとこれを突き出しを変えるなんてセッティングもあるみたいです。すごい角度ですね。はい、ボディはねこれ買った段階でね、車種に合わせてカットがしてあるらしいので、この辺は結構簡単らしいですね。はい、山本さんの猿味のせいで、まあまあボディが傷んでます。4日目って割には傷んでますよね。はい、あとはボディの、ね、裏側がかなり補強がしてあって、これねカーボン製のステフナーが入ってて、これでかなりボディサイドの剛性が確保されてます。お、リアもこういうステフナーが入ってね、まあやっぱ何せ車速が100キロ超えるのでかなりダウンフォースがいるんで、ボディ軽くはしたいんですけど剛性は確保したいって感じで、こんな感じになってます。はい、そんな感じでね、山本さんのインフィニティ IF18 ざっくり紹介させてもらいました。はい、これね特にオプションパーツもなくて割と素組みの状態ですが、非常に山本さんもねフィーリングよく走ってるということなのね。はい、81やりたいという方はぜひインフィニティ IF18 おすすめです。以上、山本雅さんの IF18 紹介でした。ドライバーから何秒落ちでしたっけ？今コンマ3しかな。コンマ3まで。もうちょい頑張りたいですね。はい、じゃあ、ありがとうございました。はい、じゃあ、マックさあ、渾身のアタックはここは。ここしかない、もう。